時計の針をお確かめください。9時をお知らせします。ひろしの笑顔でこんにちは。こんにちは、玉置ひろしです。こんにちは、宮崎久美子です。今日も雨ですね。はい、なんか文ちゃん今日いつもとちょっと違いますね。鳴りがなんだか久しぶりに長袖のシャツ着ました。でそれもなんていうの、もうごく当たり前っていう薄いブルーの、男で言えばワイシャツって感じで、はい、私も思い出しましたよ。あんた婦人警官のユニフォームも似合う。去年と同じことを聞いて、あ、今年も元気なかったな、孫とかいるんじゃないかなんて、もう、心配でしょうがない。慌てて急いで家に帰りまして、マンションの階段をトントントンと上がりまして、ドアを蹴破って、やい、男はどこだ、孫とかはどこ行ったんだ。男を探してみても男はいない。おかしいな、こんなはずはなかったんですか。ないんだけども、どうしちゃったんだろう。男は行くはずなんだけどな、どこ行っちゃったんだ。おかしいなと、ひょいと窓から下を見るってえと、ズボンを開けながら、チャックを開けながら走っていく男がいる。あ、この男は違いない、この男は真男だってんで、人間、力が出るときってのはね、あるもんでございまして、突然火事場のバカ力というんですか、力が出まして、そばにある冷蔵庫を打ち上げまして、窓からドーンと投げつけますと、その男の頭に命中いたしまして、その男は死んじゃいます。後からするっていうのは、まあ、これは大変なことをした、いや大変なことをしたな、これは大変なことをしたな、これはこのままでいられない、俺も死んじゃおうってんで、その男を窓から飛び降りて死んじまった。こうなって、で天国に行きましてね、天国にまた天国の受付というのがありまして、そこで長所、これからね、皆さんこう並んでください。ご苦労さん、これから長所を取りますんでな、一列に並んで、最初の方、あなたはどうやってここに来たんです、なんでここに来たんです。いや、私はね、会社に遅刻しそうになりまして、朝寝坊しちゃったんですよ。遅刻しそうになりましてね、ズボンを履きながらね、歩いてチャックを開けながらね、走ってましたらね、上から冷蔵庫が落ちてきましたね。それに当たって死んじゃったんですよ。あ、そうですか、それはどうもお気の毒でしたね。いやいや、わかりました、あなたね、わかった、天国へ行ってください。あなた、2番目の方、あなたはどうしてここに来たんですか。いや、実はね、私がその当人なんですよ。あなたが冷蔵庫を当てた、その当人。ああ、そうですか、わかりました、はいはい、わかりましたよ。あなたの罪も許されますよ。あなたも天国に行ってください。3番目の方、あなたはどうやって、なんでここに来たんですか。いやね、なんだか知らないんですけどもね、裸になって冷蔵庫の中入ってましたね。あなたが偉いんですか。指先で傾けて涙、吐いても、胃液吐いても。